短距離の重賞でございます。エトワール賞、ね、これがメインレースということで、レースのお楽しみなんですけれども、はい、この時間はこのエトワール賞の展望を中心にですね、今日は趣向を凝らしてがっつりとお届けをしていきたいと思います。はい、ね、題してですね、高倉克実的エトワール賞の見方、はい、すごいですよこれ、はい、これは予想の手法の一つとしてね、はい、私が用いる、はい、ちょっとね、内緒のやつを出したんですけど、内緒です、これ秘蔵ですよ、はい、これ私もう無理無理聞いちゃいましたもん、これ今作るときに、はい、実はね、はい、きちっとした数字、よくラップタイムとか言いますけどもね、はい、そういったもう検証可能な仮説を立てるということはまず大前提ですね。まあ、そこは検証可能というのが大事ですね。はい、そうなんです、はい、結果が出た後に検証可能なものをちゃんと用意する、そういう仮説じゃないといけませんよ、はい、ということですね。スタートしていきましょう、はい、まずはこのレースの場合はね、はい、まあ黒船プレミアムの勝ちどけ、それから今シーズンここまでのね、はい、全体のタイムとかをこう勘案しましてね、ここのオープンの 1200m の、まあ、推定勝ちタイムですよね、この人、はい、エトワール賞の推定勝ちタイムの僕は1分13秒0ぐらい、これがマックスというふうにね、仮定しました、はい、でなぜかと一番物差しになるのが昨年の北海道スプリントカップ、これは6月のレースでしたけど、そうですね、今の馬場よりもちょっと軽いですね、はい、その時に出てたのがこのトップレベルの青ヤンテプリグランドラッジサマーウィンド、まあ、これはそれぞれ注目されるわけですよ、はいはい、こういう数字なんですよね、うん、ですから今シーズンのここまでの馬場状態を考えますとマックスでおそらく13秒ちょうどだろうと、はい、これをその切ることができる馬がいたら勝っちゃうでしょうねと、そういう前提ですね、はい、でなおかつこのタイムで走るときにこう今日のメンバー構成ですね、はい、行くとどういうようなラップ構成になるのかというところもね、そこもちょっと、はい、仮説を立ててというね、通常の 1200m のその流れ方ですよね、ラップタイムの変遷というのをね、こうです、はい、極端な競り合いですとかそういったことがないという前提で、うん、あ、これ推定タイムですね、推定タイム、はい、間違えました、こちらです、はい、で直しましょう、ラップを出す、そう、極端な形がないという前提でね、こっちでほぼ平凡な流れという、あ、今落ちましたね、落ちるんですかね、段取りが、はい、あれ取れない、このラップというのはですから、まず1分13秒0からいって、その後どうなると、うん、どういうふうにその構成されるかということですね、一波乱目はそうですね、12秒ぐらいでしょう、このメンバーだとね、二波乱目はやっぱり速くなって 11.3 ぐらいと、お待たせしました、はい、で、オープンのレースですから、4波乱目までは11秒台がね、多分続くんだろうと思います、はい、で、微妙なのはこのラスト2波のところ、12秒6で今想定してるんですけど、はい、これが平板な流れだとこうなるだろうと思うんですがね、はい、ただ本当にもう目いっぱい逃げ馬が引っ張るとなると今後11秒台の可能性がありますね、そうするとから2本目が11秒台になるような、はい、そういう可能性もないとは言えないんですよね、だからここは流動的なんですが、この推定したこの平板な流れの中でも実は 1000m の通過はこれ59秒5ということになります、そうすると、はい、なかなかのハイラップですよね、うんうん、で、しまいは当然かかる、今の場合だとかかるだろうし、ただオープンですからこの13秒5ぐらいではまとめるだろうというふうにね、はい、考えました、なるほど、で、このラップをクリアできる馬が有力な、うん、勝ち馬候補と、はい、そういうふうに考えたというところですね、ラップまである程度イメージしておくことの重要性ってこれあるでしょうね、はい、実はね、これは後の時に検証する時にも大事なんですが、検証、はい、はい、どのポイントで動き出してるかというね、うん、それぞれ、まあ、客室がありますけれども、はい、どのポジションで動いてるかって、ラップが上がってるところで動いてる、うん、あるいはラップがその上がってないけどもかなり速いラップが継続されている中で動き出しをしなきゃいけない、はい、そういう馬もいるわけですよね、これですから後ろから行く馬ですとね、はい、4波乱目までが11秒台ということを考えますとイメージしているということ、はいはい、でレースの上がりが38秒ちょうどぐらいの数字ですから、はい、最後逆転するためには残り3波乱目、ね、後ろの方の位置にいる馬は38秒0より早く上がらなきゃいけない、これ当然ですね、そうじゃない、抜けないですからね、抜けないわけですから、はい、ということはここまでの流れの中でどこからエンジンをそのギアを入れるあるいは馬を促し始めるかというところでね、そのポイントで全然変わってきますよね、なるほど、うん、だから後で検証するときにどこで動いたから伸びなかった、
どこでここで動かなかったから伸びなかった、伸びた、はい、そういうことがね、こういう数字を実際のラップとこのこういう前提のものと用意していることによって、それははっきり分かるようになるんですね。あの皆さん考えるときにはここまで細かくイメージしなくても、大体例えば前後半とか、前後半の、うん、我々なんかもね、前半のラップと後半の上がりがね、はい、1000人ですから半分ずつだから分かりやすいですが、他のレースでもね、経験則で大体前半のラップあるいは上がりが出れば、その途中のその前一つその前のラップも大体推測できいるんですよ ね、 なるほどね、まあ、あまりその大差なく推測できるので、はい、もし仮定ですよ、このラスト12秒6のところが11秒台になったとしたら、はい、これは後ろの馬たちは動くに動けないラップ構成ということになるんですね。だってその一番疲れてるところで11秒何歩よりも早く早く上がらなきゃいけない、ですから残り1ハロンのところで、はい、行ってる馬の極端なバテをね、もう期待するという方法しかなくなるわけですよ。だから動き出しのポイントがその逃げてる馬のペースの作り方によって全然変わってくるんです。なるほどね、はい、でこれを満足する馬がどれかということでね、はい、考えました。で、ね、もう一つ今回のエトワール賞の場合、はい、ポイントになるのがですね、こちらなんですよ。三歳馬をどう考えるかというね、スタジオ量軽いですからね、はい、まあ、ラブミブルー、クリノエリザベスと、はい、ある程度これやっぱ注目もされそうなんですけどね、はい、注目されますね。非常にあの高い素質持ってるんですが、はい、今シーズンここの走りですね、このパパ状態での走りからいくと、あのクロフレプレミアム勝ったのがリバー・キンタローですね、はい、で北斗杯、あのラムイーグルが勝ちました、はい、不思議にね、このレースのラップ前半部分は一緒なんですよね。本当ですね。それでいてレースの上がりはこういうふうに違うわけですよ、ということは今のこの春の段階でそのコバのレースレベルを超えてないという、はいはい、ですからあの例年3歳の速い馬がね活躍するケースがあるんですが、ただその馬たちはその時点で小判のレースレベルに匹敵する内容だったんですよね、はい、ですからラブミブルーとクリノエリザベス、まあ本中心一息という北斗杯でしたけれども、この段階で小判のレースレベルをクリアしてないと、少なくともリバー金太郎に勝つのは至難ということが言えますね。よほど大きな上積みがないと。リバー金太郎に勝ったとしても、それより前にいる馬、はい、もしかして実績馬がアウヤンテクイですとか、うん、あるいはグランドラッチですとか、ね、はい、ウルトラカイザーですとかサマーウィンドとかこういう馬がいますのでね、そして将来性ですとか2歳児のパフォーマンスレベルは相当優秀なんで、はい、早い流れにもついていけるだけの下地はある馬たちなんですよね、うん、実際にこの今の馬場状態ということを考えると、そこまでのパワーがまだコバのレースレベルを上回るほどのものがまだないというところで微妙な評価になりますね。これ数字がそれをまさに物語っている、はい、ということになるわけですね。ただ期待値はありますんでね、はい、そこをどう判断するかということですね、はい、ここまでまず考え方をかなり細かくお話しいただきました。ここからメンバーを見ながら、じゃあどの馬を高倉さんは狙うとお考えなのか、メンバー表、出走表をご覧いただきましょう。まあ、今も名前がね上がった馬も何頭かいました。これを取るか取らないかというところなんですが、はい、高倉さんズバリ、はい、こういうところでクリアできる馬、うん、一番の子ならサマーウィンドという結論を出したんですよね、はい、で中央の馬がたくさんいるときはこの馬の刻んでるラップってサマーウィンドはいつも34秒台ですね、はい、ただここは北海道競馬同士の流れでこのタフな馬場状態ということを考えると、サマーウィンドにすると比較的この35秒というラップでは楽なんですね、うん、ですから上がりの落差が少なくて済むということ、はい、それからこれ G1 ボスですんでダートグレードに出てると59キロだったりしたケースが多かったんですよ。そうか、はい、昨年の北海道スプリントの時も59でしたね、はい、他の馬たちは軽かったですね、うん、ですが今回は北海道競馬の所属として出てきてますんで、はい、背負わされても58、その代わり昨年のねスプリントで先着許したアウヤンテプイ、それからグランドラッチは加増されてるわけですよね。なるほどなるほど。そういった点を考えてサマーウィンドの復調の度合いというのがね、うん、これがもう非常に鍵なんですが、ただサマーウィンドが昨年の北海道スプリントカップの時と同じレベルのパフォーマンスができる状況であれば、はい、勝つ可能性が高いというふうに見ましたね、はい。まずは8番サマーウィンド、はい、あとは先ほどの条件かなうの、はい、ということはアウヤンテクイですとかね、うん、はい、ただ僕は3番手にねラブミーブルーを置いたんですよ、一応は、うん、やっぱり負担重量が軽いということ、はい、でこの馬はこれまでにねかなり速いラップのレースを経験しているということで、うん、もしかするとこのサマーウィンドあるいはグランバーあたりが作る流れをね、この負担重量が軽いということで
苦にしないケースがやっぱりありますよね、はい、うん、そういったところで配当的には今回はやっぱりちょっと評価下がるだろうから、はい、これが大3番手黒三国にしとくと配当的な意味があるなということ、それと期待値も込めてこれをねちょっと重く見たんですよね。ただ他はグランドラッチですとかウルトラカイザーリバー金太郎、やっぱりこういったところその今シーズンのまず1回目のレースの時の内容からいくとこれらがサマーウィンドに迫る存在かなというそういうふうに思ってますけどね。あとはですねそれなりに注目もされそうな中で、はい、ちょっとさっきのタイム条件には合わないんだけどなという、まあ、そうですね、見ればですが、まあエリモサプライズ前走2着ですけれどもね。そうなんですよ、よく追い上げきました、うん、ただこれですとその北斗杯の勝ち馬と同等のレベルの内容で、しかも他力本願ラップ構成がこういう形になるとね、うん、動き出しのポイント難しくなりますね、はい、ですから残り一波論の場手を期待するという戦法しかなくなりますんで、いわゆるレースが決まった後に伸びてくる、見た目は足を余すというような格好になるでしょうから、はい、ちょっと前走2着でも評価しづらいなという感じのところはありますね、はい、うん、あとはどうでしょうね、そのこの他にラップをベースにするんですが、その他に副次的な要素ね、例えば下走状態になる、あるいはスノーカブルですとか、そういったケースのこともねやっぱり考える必要はあるんですが、ただ全体を通してもスムーズな流れということになると、サマーウィンド、アオヤンテというこのライン、それにグランドラッチはね、この馬も速いラップ経験してて、ポジション取りは結構ね、前目でも OK だったりするケースがありますので、こういったところが有力かなと思いますね。わかりました。今日の11レース門別グランシャリオナイター10勝のエトワール賞でございます。高倉さんにこの時間はじっくりとですね、はい、タイムでの分析から話をいただきました。基本的にはやっぱりラップとかそういうのは大事ですんでね、うん、検証する意味でもこれをやっとくと能力の絶対値が後でレースが終わった後にね、はい、個々のレース能力の絶対値が見えてくるんですよ、うん、はいはい、これからもこういった形でアカデミックな感じでね、また高倉さんにちょっとお話しいただいていこうと思います、ね、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい。